AKB48 の横山由依です。今日はですね、ゲストが来てくれてます。どうぞ。大丈夫大丈夫。こんにちは、大島涼香です。涼香です。イエイ、久しぶりね。久しぶりに、うん、まあ私らはこの間一回あったんですけど、うん、共通の趣味があるっていうのが分かって、はい、で、私まあ、この間フィルムカメラを買いに行ったんですけど、りょうか、ん、結構2年前ぐらいからやってた、はい、そうですね、映るんですから始まって2年前ぐらいに自分のフィルムカメラを買って、うん、それここからずっとやってます。だからフィルムで言うとやっぱ先輩なんですけど、何個かフィルム撮ってみてんけど、うん、なんかそれがちょっとどういう風に撮ったらいいかわからないっていうのがあって、なかなかね、難しいですね、構図とかさ、どこで撮ったらいいかわからないので、うん、今日はカメラマンの神戸さんに教えていただきながら撮っていきたいなと思います。イエーイ、お願いします。お願いします。じゃあ行きましょうか。ちょっと見過ぎじゃない服、ね、かぶってる、かぶってるよ。しなし、じゃあ行ってきます。よし、じゃあみんな、はい、まずじゃあ写真撮りますよ。撮りましょう。じゃあフィルムのカメラ、じゃあ用意したのはこの2つ。はい、うん、これで、どこで撮るかとか分かんないと思うんだけど、はい、まあよくね、こういうのとかあるじゃないですか。はいはい、なんかこれ反射板って言って、この光るのがついてるから、結構フラッシュたくとそこだけパカッてすごい光るから、あ、こういうのを入れて撮ってもいいです。例えば中入って、じゃあどっち、じゃあゆいちゃん中入ってください。さて、で気をつけなきゃいけないのは、はい、ここのフラッシュの部分に手がかかっちゃうと、うん、そうするとあの光遮っちゃうんで、確かにそこを遮るのように。わかりました。はい、わかりました、はい、お願いします、うん、おー、光った。それ光る。でもまあそういうことだね。このフィルインっていうのをしとけば、うん、まあ、強制発光っていうか、うん、書きたいときすごい。じゃあ私も、じゃあ、あ、いいんじゃない？行きまーす、はい、チーズ。あと、あ、こういうところで撮ってもいいんじゃない？あ、なんか、いい、そうそうそう、そういう風に。おー、絶対いい。これさ、マジで分からへんから怖いよな。だから今度はさ、はい、違うか、こっちから撮ってみれば、うん、で、向こうまでが、こうやってほら、葉っぱで奥まで行くように、うんうん、こっちだと白っぽく後ろ抜けるし、うんうんうん、ちょっとそれを意識して。ちょっと待ってよ、行きます。はい、チーズ。夜は酔ってもいいですか？うん、いいよ。あ、そうさ、これをちょっと、はい、チーズ。あー、もう完璧です。オッケー、よし。じゃあなんかさ、ちょっとここ汚いけど、うん、まあこういうところがあったらさ、そういうところにしゃがんでさ、こう、なんかちょっとこう引いて撮ったりとかでもさ、ちょっとスポーンみたいな。おしゃれ。それが、今度向こうの方も抜けてるから、これがさ、例えばこうやってさ、抜いてると、すごい奥行きがあってさ、確かに。こっちで、まあ縦に撮るんだったら、こうやって、こんな感じ？あ、縦に。だから、うん。うん、ほら、なんかほら、もうポーズしてる。待ってる。ポーズしてる。ポーズしてるから。うんうん。うんうん、いいんじゃない？あ、あとここ公園とか行く。ここもね、撮影スポットではあります。そう、だからこういうのもさ、うん、一つには、じゃあゆいちゃん入る？はい。そしたら、なんかこれはさ、こうやって前景を映して、面白い感じにするとかさ。うん、で、さっきみたいにもっとさ、さ、ゆいちゃんに寄ってください。で、寄ってさ、ここも全部入りつつさ、こういうように撮るとか、まあこういう風に撮るとかね。で、もう一個はさ、もうこれ、絵は関係なく、こういう模様とかさ、あれだけでさ、かわいい、この恐竜の感じは出さないで、うん、恐竜の感じ、まあこっちにも、この口とかでも、もうそのままこれが入ってない、全部入ってなくてもさ、こう撮ったりとか、まあそれ引いて、こう全部入れてもいいし、あ、かわいい、うん、それをちょっと見ながら、はい、やってみよう、やってみよう。
何がいい？何がいいかな。あ、でも縦も結構、あ、でも後ろ真正面にしてみようかな。うん、あ、よくどこ行っちゃった。どこ？ここでいいの？降りてて大丈夫。どこ行っちゃった？そこで。かわいい。なんかこういうのとこはさ、なんかちょっと変なポーズ垂らしたりとかさ、ちょっとそういうなんか個性的な、うん、個性的な雑誌みたいなポーズしてくれる。個性的な雑誌みたいなポーズ。あー、おしゃれおしゃれ、うん、もう、うん、アップとか言って指定してくるだってこれアップの方が可愛くないですか？可愛い。そんなことない。可愛い可愛い、うん、アップにしてストロボ焚いて撮るって、うん、ここの花はちょっとなんか、そうそう、うん、自分に優しい顔の近くにあってもいいじゃん、うん、あ、かわいい。ちょっと、これ目にかかってた、そう、ちょっと目に、あ、いきます。はい、はい、チーズ、うん、あ、もう絶対かわいいです、これ。取れた？はって絶対かわいいです、絶対かわいい、取れた。ああやって走ってるとこ撮るっていうのはどう？やってみよう。やってみよう。で、走ってるとこ追いかけながら撮る。ちょっと待って、ちょっと待って。行きますよ。早いよ。また、撮りました。すごい。どうなってるんだろう、これは。楽しそう。うん、まあ、あとなんかさ、こういうところで撮ってもいいんじゃない？ここにちょうど映り込むようにさ、そしたらこの辺でこう寄っても撮れるしさ、うん、これでお互いがこのカメラが見れてるところは映ってる。じゃあ2人で映ることもできる。あ、2人で映ることもできるんじゃない？やってみたら。ああ、いいね。行きます。はい、うん、どうでしょう。うん、すごい。あ、花ありました。あ、花は映えるんで花チャンスですね。あ、そう、花行きましょう。そこのはなんか綺麗。うん、ここら辺綺麗か。可愛いお花、すごい、うんうん、面白い。すごい、花びらめっちゃ撮る。まあ、簡単なのはこう正面から撮るのは一番簡単。それで中に埋もれちゃうのが、あ、そう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 、いい。うんうんうん、あ、あ、いいじゃん。どんな感じですか？ああ、いい。どんな感じですかって全部見ちゃうの。なんででしょう。いきまーす。すごい、すごいいい匂い、うん。ハーブです、これ。いや、違うでしょ。ハーブです。ハーブです。ハーブの匂いするやろ。そんな言い切って。ハーブの匂いするじゃん。いや、そうでもない。ローズマリーみたいな匂いする。そう。わかんねえ。全員わかんない。まあ、ハーブすごい。ほら、あ、いい感じ、日が。もういいタイミングかも。まあ、大体さ、なんか場所とかでみんな決めがちじゃない、撮るとき。じゃなくて、ちょっと日とかね、そういうのを見て決めてもいいです。そう、日が良さそうなところで撮れば、大体よく見えるんで。だから、光の選び方は結構重要です。はい。ここで撮ったら誰が撮っても多分よく撮れるんで。ここをちょっとなんかその光の、うん、そうするとさ、向こうから当たってるから影もさ、うん、あ、いいね。あ、いい。あ、いいね。あ、すごい。そう、今車来てよかったでしょ。ちょうどこっち来てさ、そう、こっちがめっちゃいい。たらさ、そう、その光があれが見えましたね。いきます。盛岡が映るか分からへんけど、うん、いいんですよね。うん、はい、行きます。はい、チーズ。あ、待って、フラッシュはかかないで、はい、行きます。はい、チーズ。うわ、これでもすごい良さそう。で、その光入れて撮った方がいいよ、後ろの眩しいのが。眩しいの、うん、まあ入ってるか。入ってます。うん、うん、綺麗。そこら辺、光当たってるところにさ、ちょこんと座ったりとかすると、こうやって影がほら、こうやってすごい伸びるでしょ。 だからこういうのをわざと活かしてさ、こうやって、あー、いいですね。うん、影も一緒に撮るとか。で、それ撮ったらそのまま寄ってもいいよ。そのまま寄ってさ、ぐっと寄って、で、今度こっからこの後ろの光を入れながら、こう、こういう風に撮る。
すごい。うん。そう、だから光だけで結構さ、変わるからね。あとはこういうところもいいよ。こういうところは、なんかさ、この光ってる、これ。これとか、例えばここ横に行ってもらって、これと一緒に撮るとか。ここに来てもらって、こう撮るとか。ちょっと手前側ぼかすとかね。だんだん分かってきたんじゃないですか。うん、だんだん分かってきた。だんだんそういう視点で見るようになりますよね。うん、そうだね、うん、だから一部分でいいわけよ、うん、なんか全体的にじゃなくても引きじゃなくても、そう、うん、このなんかさ、ちょっと見つけた。このままの感じが良かったらフラッシュなしの方がいい。ああ、はい、いきます。あ、フラッシュ変えてない？変えてない。うん、30。はい、チーズ。悲しそうだな、もうこれ。悲しい二人。悲しそう。じゃあちょっとこれで、じゃあ現像、はい、もう毎日やっていくかな。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。めちゃくちゃ歩いた。どうでしたか？めちゃ歩いた、はい、あの現像は出してきました、はい、現像出してきました。2本ずつ、うん、2本ずつ出しました、ね、今日結構混んでて3時間ぐらいかかるっぽいので、うん、また改めてどんなやったか、ね、報告会をね。そうですね、うん、はい。じゃあちょっと一人ずつ感想をお願いします、はい。フィルムカメラ始めて、まあ、2、3年なんですけど、うん、やっぱね、プロの方に教えてもらったら全然違いますね。そうだね、今まで、そうね、夕日の光がどうとか、うん、なんかこう影を映してとか、うん、あんま考えたことなかったから、うん、なんかめちゃくちゃ勉強になった、うん。なんかしっかり自分でカメラを構えて撮る、人を撮るっていうのがほぼ初めてだったんですよ、うん、そのお姉ちゃんと一緒に行ってお姉ちゃんに撮ってもらったりで、たまにお姉ちゃん撮ったりとかしてたけど、うん、こうがっつり人を撮るっていうのが初めてで、がっつりってがっつり人がっつりなんかその景色撮ったりとか、メンバーねちょっとだけ撮ったけど、あ、そうなんだ。こんながっつりは初めてやったから、あ、写真撮ろうと思って撮るのとね、なんか記念写真的に一緒に撮ろうはちょっと違うかもね。確かに、しっかり撮ろうとしたんで、ね、うん、がっつりね、がっつり撮ろうとしたので楽しかったですし、あとはやっぱなんかその涼花って私 AKB で後輩でずっと仲良しだったんですけど、卒業してからあんまりしっかり会ったことなくて、しっかり会ってないよ。なんか舞台見に来てくれた時に会ったりとか、だからこういう共通のカメラっていうのの趣味とか好きなことを通してつながれたっていうのが一番嬉しかったかな。嬉しい。カメさん、ありがとうございました。どうでしたか？もう飲み込み早い。本当です。撮ります。いや、早いからもうそのフィルムのね出来がすごい楽しみですね。ねえ、まあ、最初はなんかここで撮ってあそこで撮ってっていうので始めたけど、はい、まあ、徐々にそういうコツも掴んできたようなので、はい、仕上がりはちょっと誰もわかんないんで、そうですね、まあ逆光で撮ったりとか、はい、なんかそういうのもフラッシュ使ったり使ってないとか、はい、あれも覚えてるうちにちょっと見ながらまた復習をしていこうと思います、ね、はい、というわけで、チャンネル登録と、グッドボタンをぜひよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。